浅く返すがベストか。ここのスペースをしっかり狙う。皆さんこんにちは、ハードワーカーの森氏です。本日のテーマはストレートに打たれた時の配球。はい、今日は前衛の配球についてお伝えしたいなと思います。で、今回の動画は前衛が苦手っていう方で、前衛にボールが回ってきたんやけどどこに配球したらいいかわからないっていう、まあ、そういう方に向けてね、配信していきたいなと思います。さあ、行くぞ。はい、ではね、配球について解説する前にまず基本的なポジションについてお話ししておきます。後衛の打ったボールがワイドに行ったのであれば少しワイドに寄る、まあ、正面に行ったのであればそのまま正面で、ボールがセンターに行ったのであれば少しセンターに寄るという、このポジショニングっていうのがすごい大事になってきますので、ちゃんと頭に入れておいてください。はい、ちょっとシチュエーションをボードにて説明していきたいと思います。まずはパターン1として、相手のストローカーが少しワイドに行ってボールを打つときですね。で、先ほど言った通り少しワイドに寄ってばストレートを警戒しておくということですね。で、ボールがワイドに行ったのであれば当然味方の前衛というのは少しセンターに寄ります。まあ、こう見るとどこに隙間があるかっていうのが一目瞭然ですよね。まずは前衛と後衛のこの間、ここのスペース、そしてワイド、はい、実際打っていきたいと思います。はい、ワイドに来た場合は少しワイドによってそこのオープンスペースで、オープンスペースを作ってるんでそんなに強いショットっていらないんですよね。よくあそこ空いてるからってなんか強くバーンと打ってオーバーしちゃうっていう方多いんですよね。だけどもオープンスペース作ったらオープンスペースに素直にコントロール重視で打っていったらいいかなと思います。はい、まずしっかりセンター狙っていただいて、で、相手がだんだんケアしてきたらワイドに狙うというスタンスでいいかなと思います。次ワイド狙ってみます。はい、っていう感じでここのワイドもオープンスペース大きく空いてますんで変に強く打とうとするんじゃなくてコントロール重視で打ったらいいんですけど、この時のコツがセンター打つ時と同じ体の向きということを意識するとより相手の逆をつきやすくなるというか、相手にコースがバレにくくなるというか、だからワイド狙っちゃうとき先に体がワイドに向いてしまう方結構多くて、まあ、そうするとあの人ワイド打ってくるわっていう風によく見てる方やったらすぐにカバー入られたりっていうことになりかねないんで、あんまりコースをバレないように打つのがポイントかなと思います。はい、次パターン2ですね。相手がセンターからボールを打ってくるとき、これも前衛は少しボールの行ってる方向センターに寄ります。で、まあ、センターのボールを打つということなんで、ここの前衛の人は、まあ、こっちのコースが被らないように少し避けると思うんですよね。はい、でもこの時は一択ですかね。ここのスペースをしっかり狙う、まあ、フォアに来ようがバックに来ようがまずここを狙えるようにしとかないといけないってことですね。実際やっていきます。っていう感じでセンターからボールが飛んでくるときっていうのは私たちから見て左のスペースっていうのが大きく空いてるんで、あそこの浅いところにコントロールができればもうそれで決まることが多いってことですね。ただあそこに打つ技術がないとなかなかポイントは取れませんので、ちょっとあそこに打つ練習っていうのが必要不可欠になってくると思います。はい、でパターン3、これは正面、ここの段階はまだオープンスペースがあまり空いてないんで、ここからいきなりエースを狙うのではなくオープンスペースを作るということに意識を持っていったらいいかなと思います。で、まあ、一番使いやすいのはやっぱりセンターですよね。センターに相手を寄せて、でオープンコートをこっちに作る、あるいは前衛をこっちに寄せてオープンスペースを狙うっていう感じで、まあ、センター1本ついてどちらかを寄せてオープンスペースを作るという戦い方が一番効果的かなと思います。まずは今みたいにセンター、前衛よりのセンターに打ちすぎると前衛も
こっちのオープンスペースのセンターを狙ってきますんで、まあ、基本的にはちょっと後衛寄りのセンターに打つっていうのがポイントですね。この微妙なコントロールが非常に大事になってくると思います。センターに打った後っていうのは先ほどと一緒で、少しセンターに寄ってでオープンスペースに狙いを定めるってことですね。でこの場合前衛が触りに行くケースもあると思うんで、こっちのワイドっていう選択肢も出てくると思います。まあ、相手が正面からストレートを狙ってきてるっていうのは結構相手にとっても余裕がある時っていうことが多いんで、まずは相手を寄せることを考えて打っていければなと思います。まあ、ある程度その自分がキャッチしやすいストレートのボールであればいいんですが、相手のボールがすごい速いとかちょっと打ち込まれるような感じでストレートに打たれた場合は、これは細かいコントロールはできませんので、浅く返すがベストかなと思います。ちょっとボール自体はそんなに速いのは飛んでこないんですが、今はストローカーの前に落とすっていうのが結構ベストかなと私は思います。なんでかっていうと、相手がバーンと打ってきた後っていうのは相手も前の反応って少し遅れるんですよね。だからちょっと前のボールが取れなかったりとか、取れたとしてもちょっとこう触らすような感じになって次ボールが浮いてきやすくなってきたりっていうシチュエーションになりやすいんで、相手のストロークが強い時なんかはちょっと前に落とすというのを試してみていただければと思います。はい、まあ、考え方の前提として自分のとこにいつでも来てみたいな感じの気持ちの余裕というか、そういう気持ちでちゃんと構えとかないと自信持ってボレーできないですからね。もう常に自分がボレーをするという気持ちで落ち着いて配球してもらえればなと思います。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。